こんにちは。改心整骨院の中山信弘です。だいぶ季節もね、暖かくなってきましたけども、まだまだ、冷え性の方、寒さが残りますよね。こんな時ですね、なかなか取りきれない冷えに対してこんな体操をご紹介します。それでは仰向けに寝ていただいて、姿勢をまっすぐにして、両手両足はまっすぐ伸ばします。で、両膝を曲げてお腹の方へ引き寄せます。そして膝を伸ばして両手で足首を持ち、かかとと、膝の裏とアキレス腱をしっかり伸ばしたら、かかとを交互に突き出すようにして数回伸ばします。かかとを突き出すようにして数回伸ばします。ぐーっと伸ばす。この時に注目してほしいのが、大腿二頭筋といって太ももの裏、ここがしっかり伸びているかどうかをしっかりと確認してやってくださいね。ここはですね、呼吸器、腎臓系、泌尿器系に、負担がかかってくると、硬直してくるところなんですね。そうすれば腰から下の循環と、血行不良が起きますので、ここの筋肉を伸ばすことで足へのね、冷えを解消するという方法です。万が一足首を持てない場合はですね、膝の裏かもものあたりを持っても大丈夫なので、無理ない程度にやってほしいと思います。それでは皆さん、風邪ひかないように、またね、今週も頑張りましょう。では再来週お会いしましょう。さよなら。電話大丈夫ですか？電話あれ